気にやっちゃって、一気にやっちゃって。はい、というわけで先生おすすめの実験準備中でございますよ。はい、まあ、まずペットボトルにこの水をですね入れまして、でちょっとね水が見やすいように青い絵の具を、はい、あのつけていきましょう。はい、でちょっと振るために一度蓋を閉めまして、でこうやってちょっと振っておきますね。でこれで、こちらの容器にですねこうやって上向きに、かぶせまして、はい、はい、でまあほぼほぼこぼれないようにしてこれを逆さまにして、はい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 、でこれでこの真空容器の中に、まあ、設置という感じですね。なるほど、じゃあこれで蓋閉めていただいて何が起きるか予想ってことですね。これむず、まあ、水がどうなるかとペットボトルがどうなるかは少なくとも予想していただけると。ペットボトルが潰れて水が出ていきます。出て戻る、戻る、いつ戻る。俺はそれは後で言おうと思って、つまりいつもの空気入れの儀を行うとシュッとこう戻るんじゃねえと。いや入れなくてもう抜いてる最中に出て戻る。おお、へえ、出るじゃん。空気がボンボンボンってなって水がブリーって出るじゃん。はい、出てである時空気がブワワって出ないといけなくて、で空気がブワワって出たら場がなくなって水が、ああ、だからこの上にちょっとだけ残ってる空気が吸い出された時に、うんうん、その転換点が来てみたいなこと。そう。ああなるほど。いやまあ膨らむんだろうけど、膨らんで水がどれくらい出入りできるかだよね。でもちょっと水が出ても膨らむときに吸われるはずだから、うん、やっぱ変わんないんじゃね。このまま、うん、このままこぼれない、水はこぼれない。ペットボトルの形もこのまま、まあちょっと膨らむかちょっと膨らむか、うん、まあでもへこむとさ劇的に形変わるけど、はいはいはい、膨らんでも大して変わんないから。ちょっとじゃあいきます。おお、ほらもう出てる、ほらもう水出てる、水出てる、これ吸うから、これ吸うから、もう水出てる、すぐ吸うから、もう水出てるよ、水出てる、もう水出てる。いやこれ戻るのよ、もう水出てるよ、ほらちょっとずつやはりちょっとずつ出てる、出てぜわーって出た後にしっていくんだから。あでも結構減ってきたねこの水位が。確かにこっちも結構出てきてる、水が地面に出ております。あースーッとスーッと下がってきますね。でさ、水位が下がってきてさ、こっちの水位が上がってきてるじゃん、うん、で、口が全部水で埋まる瞬間がある。あー、はいはい、そうするとまた出入りできなくなるよ。確かに、なるほど。このアメちゃんの瓶、真ん中が高いからまだ水が埋まってないって言ってるわけ。確かにね、吸い上げて今からペットボトルがへこみ始めて吸われると俺は思うけど、はい、今言ってる瞬間が来ましたよ。口が水で埋まった、ゆっくり減ってくるの見えるわ。おー、なんか雲の流れぐらいのいい感じのスピードだ増えてる増えてる、水下の水増えてるし上の水減ってるよ。なんか泡立ってね。あ、本当だ。高い気泡が、気泡ができてる。トップスあるこれ。マジある。なんか沸騰があるの。でもさすがに水だから今回は75度じゃないんで、ね、ちょっと今回の真空引きのレベルではそこまではいかないっていう。あ、なんか減りがギュンギュン。そう、すごい減ってる。ギュンギュン。これは一致するときはいきますよ。なんか確かに。ここがこう入れ替わるのか、ここでキープなのか。ちょっとこけた、ちょっとこけて、あーあーあ、浮いた浮いた、おお、あ、なくなる、すごい、空気が出てる、空気が出てる、空気出てる、あ、中に入ってる、中に入ってる、空気が出てる。今水が完全にできった後、ここ水が完全にできって空気が抜けてる、どんどん出てる、どんどん出てる。でもさ、こっから潰れるんだ。いやでもこれもう潰れれないでしょ、だって外側に空気ないんだもん。確かに押すもんがない。あれ、あ、確かに、あ、そこで、この形のものなんです。ここから水吸え、水吸えこっから水吸ったら大したもんですよ。水吸ったら大したもんでしょ。吸わないかな、めっちゃ出てる空気。
そろそろ頃合いですかね、これはおそらく。お、頃合い。頃合い。あの、多分変化はもうほとんどしないですね。なるほど。今、皆さんほとんどご存知のことなんですが、もうペットボトルの中の空気がほとんど全部抜けて、ボコンボコンとも今出なくなったということですね。うん、なので、須貝さん正解ってことですかね、ほぼほぼ。ただ、須貝さんの正解プラス予想以上にちょっといろいろあったと思います。ペットボトルがグラッて動いて浮き始めたりとか、最後まで空気がボコンボコン出たりとか、とにかく今全部出し尽くしたって感じですね。で、まあ、次の問題は多分、もう予想ついてると思いますが、はい、逆にこの開封の儀をしたら何が起きるかですね。これどうなる？今度こそは水のものに戻るでしょ。いや、それはなる。でも待って、これほらさ、今さ、こう見てよ、あの浮いてて、うん、口がこうスカスカなわけ、はい、だからシュッて入るんだけど、あるところで落ち着くとまた出ちゃう。あ、斜めになってるから、斜めになってるから、確かにね、シュッて噴水みたいに、うん、ヒュッて入ってバーッて出てきて、ありそう。で、最終的にはこの形、最終的にはこの形落ち着く。なるほど。違います。あ、違います。これはペットボトルが縮むんだよ。ああ今なんか真空で周りから気圧が急に上がるからペットボトルが潰れるはず。ああ、おお、で問題は潰れるのと吸うのがどっちの方が程度が大きいかで、確かに微妙に振る舞いが変わる気がする。潰れて隙間に入ってる、つまりこいつ見てよ、これほら炭酸飲料用の、はい、うん、ペットボトルなんで、あ、メタロイドついてるからね。圧力に対して耐性が高いのよ。強い。なるほどね。だからこうへこむんだけど、まだ隙間はあるから、そこには水が埋まる。潰れ入り。そう。潰れ入り。潰れ入りね。潰れ入りね。潰れつつ入るね。それありえますね。確かに。例えばもう一個はどうですか。完全に元に戻るって考える人いません。立って、こうシュッてこう。まあ立たないかもしれませんが、ほぼほぼ、は水が全部中に戻るか、それとも、あんま戻らないかって皆さんどう思います？確かに結局水がめっちゃ戻ったら潰れる余地ないわけ。そうね。500ミリ液体があるわけでしょ、水が。まあほぼね、うん、これがペットボトルの中に全部入ったら空気を押す力に負けないはずだから潰れないんだよ。でも水、やばい、俺は水面を押す空気がこう上から押す力とペットボトルをこう押す力は同じぐらいのはずだから、うんうん、同時に同じぐらいの力で起こるから半分潰れ半分入り。あ、半分でいきます。じゃあ半分、この水位の半分ぐらいまでは。そう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 。え、じゃあ僕が水だけが入るにしたら全部回る、水だけがね、うん、じゃあ開封の儀、はい、いきますか。こっちを止めてちょっとだけゆっくりやってください最初。はい、いきます。はい、めっちゃ入った。潰れてる。でもちょっと潰れてる。潰れ入りじゃん。潰れ入りしてます。これそんで曇ってます。結構戻ったな。でも俺が思ってるよりははるかに戻ってる。確かに戻った。だこれはですね、原理的には正解鶴さん枠が、うん、ですけども現実的には入れるスピードがちょっとすごい速かったのでスピード負けして須貝さんの成分がちょっと入ったっていうことですね。ゆっくりもうちょっと普通にやれば全部実は綺麗に入るんです。でしかも倒れてなかったら綺麗にジューって全部入るんですね。ちょっと早すぎたっていうのが早すぎて見えなかったっていうのがあります、ね。じゃあその時は潰れないんですか。潰れないんです。本当にちょっとの差で実験結果変わるんですね、うん、そうですね。しかも曇るし沸騰もするし、なんか情報量多すぎて確かに。でも最後にふさわしいあのクイズというかね、問題だったんです、ね、面白い。真空面白い。真空面白い。これでね、パーティーでまた飲み物とかこれやってまたあー飲めなくなっちゃったこぼしちゃった人がいても大丈夫。そうそうそう、吸えばいいから。こぼしたらそのまま真空に入れて元に戻る感じで。